日本九州地方福岡県福岡市中央区六本松六本松地区九州大学六本松キャンパス跡地から北の方向を望む六本松は福岡県福岡市中央区にある地名地区の範囲は草がえいて二丁目六本松一丁目から四丁目谷一丁目二丁目である九州大学六本松キャンパスの学生街であったか 2009年の伊都キャンパス移転に伴い学生街としての役目を終えた。昔から多くの車やバスが通り、またかつては路面電車も走っており、交通の要所となっている。六本松交差点では、天神方面と市西部方面を結ぶ国道202号線と博多駅方面と西神方面を結ぶ城南線が交差している。 また六本松西交差点から南へは油山観光道路が伸びている。かつては下記の路線が地区内を通っていた。六本松バス停は上下線合わせて合計4カ所あり、行き先によって利用するバス停が異なる。西鉄の公式ウェブサイト内では国道202号上に位置するものが六本松、城南線上に位置するものが六本松と案内されている。九州大学。 六本松キャンパス本館と福岡市地下鉄七間線。六本松駅一番出入り口2009年3月に九州大学六本松キャンパスが伊都地区に移転し、その後地で再開発が進行中。六本松地区の中核的な事業を。を九州大学が土地を UR 都市機構に売却し、UR 都市機構が中心となり、裁判所等が移転する放送地区と、 住宅地区からなる複合的な都市計画。住宅地区には2017年に MJR 六本松の高層マンションと福岡市科学館と九州大学法科大学院商業施設が一体化した複合施設の六本松421が完成した。放送地区は2018年8月20日に新庁舎の業務を開始した。 2014年12月から2015年2月にかけて、木下大サーカスの公演が、旧大ア土地を利用して行われた。西鉄クラシネットバス情報 http コロンスラッシュ w w w n i s h i t e e t s u j p スラッシュスラッシュ6本松4212017年10月全面、開業旧大ア再開発、ツタヤの期間店。 科学館などで構成、法の町、六本松市道学生街転換、地域挙げて歓迎、福岡の裁判所移転、読売新聞社、オリジナルの二千十八年八月二十一日時点における、アーカイブ、https コロンスラッシュスラッシュ web.archive.org スラッシュ web スラッシュ零一八零八二一零九四一零0 7スラッシュ https www. 読売 COJP 九州ニュース2 0 1 8 8 2 0 o s h t 5 2 4 9 HTML 2018年8月21日閲覧木下サーカス公演スケジュール福岡公演インターネットアーカイブによるキャッシュありがとうございます